令和5年10月の7日ですが、ここはね、諏訪地川の支流になるんじゃないかと思うんですがね、この下流でオセロ駒とエゾイワナを釣ったその上流にやってきております。ちょっと確認したいことがあって、今日はあえてね、ここでドナルソンニジマスを狙います、ね。いつもするとね、なんだドナルソンニジマスかって思ってましたが、一つの、ね、理由を、ストーリーを作るために、ここでドナルソンニジマスが生きているかどうか、いるかどうかを確認したい、こう思ってやってきました。まあ、エゾイワナを釣るのは支流に入ればいいんですが、ここ水量まだ多いんです。奥も深いんです。で、エゾイワナを探すなら支流に入ればいいんですが、まあ、支流にもね、まあ後でちょっと寄ってみようかなっていうのを見つけてきましたけど、とりあえずここで、ここを地図で見るとね、曲がり角なんですね。だからえぐれてんだろうと思って降りてきたら、案の定岩でこれね、えぐられてできてます。で、車はあの上ですが、ね、断崖になってます。えぐられて削り取られちゃってるんですね。で、ちょっと下流から降りてここでやってきました。あの下流にもポイントがあるんですが、あのなんかブロックが川の中にありますが、あそこもちょっと下流がね、ちょっといい場所になっているんですが、ドラルソンニジマス結構ね、いくらに敏感なんだな、それが分かってきたんで、ここで釣ってもあそこにいたらやってくると思います。したがってここで狙います。令和5年10月7日です。ここは諏訪地川の支流の、さらに支流に入っています。先ほどドナルソンニジマスを狙った場所から近くにあった支流ですが、ここに落ち込みが見えたんです。入っています。ちょっとね、パワーが出すぎている感じですが、ちょっと隅っこにね、とどみがあるんで、ここをちょっと見てみたいと思います。狭い、小さい川の割にね、水量が多いんです。したがってね、ああいう泡が出てきた。そこからちょっと見てみます。ビリを取ってくる場所もないんで、上流から5年10月7日ですが、諏訪地川の支流の、さらに支流の上流にやってきました。砂防ダムです。これはちょっとね、立派な砂防ダムですが、ちょっと流れがちょっと早いかなって気がするんですけど、いろいろあるんで、いろいろ岩がいいと思いますので、それを釣ってみます。動きたらする。あ、これ左か。左からする。
セブン岩が来ましたよ。バスで色々小さい。ちょっとやめてます。この中がオレンジ、オレンジ。15センチ程度しかありません。この中オレンジ。少しずつ大きな音ちょっと外しましたか、ね、はい、外しちゃダメ、押し入れられちゃう、ここにねなんか噛まれたような跡がありますな。ねえ、これ両側にあるということはね、これ後ろからね、カボーッとやられたりする。なんだろう、ドラムソーいないと思ってるんだけど、伊藤がいるか。伊藤が山内に登ってくるんだね。ここは伊藤を保存してるっていうね、伊藤を保存するためにね、ドラムソン水を投入してないんじゃないかっていうのは、従ってね、ドラムソン水場がいないから、それはなんかのんびりと鳥がたくさんいるっていう。この産卵に登ってたってね、そんなに産卵の時は餌食べないよ。40分ぐらい楽しみます。十分です。終わります。